ということになります。今シーズンの対戦は前回岡山で行われまして2対1という成績で東京ヴェルディが勝利を収めました。左エンドが東京ヴェルディ、右エンドがファジアーノ岡山です。2023明治安田生命 J2 リーグの32節です。4位の東京ヴェルディと10位のファジアーノ岡山の一戦です。坂本のカットだったでしょうか。抜けていく高橋です。チアゴアウです。チアゴアウです。岡山先制。ヴェルディ隙を突かれました。高橋からチアゴアウです。岡山先制です。いや、後半の一歩のチャンスを得点につなげましたね、岡山の方は。坂本がちょっと下がった位置から後ろから千葉、もう一回坂本を使う。今日が誕生日の坂本、上を狙っていきましたがちょっとワンタッチあったでしょうか。岡山うまくボックス内進入していきましたね、強いぞ、前向く、キープ、中に入っていく、これはどうかな、かここでバッテンいなかったようです。いや強いですね。そうですね、ルークから中ヘディングシュート入った、2点目、元山フィジカルの強さを見せました。元山2点目、まあ、ゴールに向かっていっていたところが良かったですよね、はい。さあ可愛いです。真ん中使います。若さから裏へのボール。ルカオだ。ルカオ1対1。ちょっと浮かせたボール。弾いたところを流し込んでいきました。岡山3点目。今度はルカオ。ルカオも今シーズン初ゴール。交代した新井です。大学リーグが中断したということでまたベルギーに戻ってきました。クロスを中に入れてヘディングシュート入った、1点返しました。ベルギー、さあキャプテンの森田です。さあ中どうか、ヘディング、あー入った、森田中こぼれてまだ拾える、斉藤上げてクリアです。ナイス。そして試合終了。